古墳時代の鉄製病止め板工と小金病とめまびさし付け兜、と。炭工と呼ぶことが一般化しているが、奈良時代文献上の炭工と構造、形態が大きく異なるため、近年では板工と呼ぶべきとする意見も強まりつつある。炭工は古代日本の奈良、平安時代に用いられた工の形式の一つ。古墳時代の 帯金式甲冑と呼ばれる板作り形式の甲についても用いられてきた名称であるが、2006年2009年の橋本達也らの指摘のように近年、古墳時代のものについては、板甲として区別すべきとの意見が出てきている。炭鉱の後は、聖武天皇崩御77回期にあたる天平商法8年6月21日に、光明皇太后が、冒廷の遺品を、 東大寺に献納した蔡の目録、東大寺建物帳に見え、それによると、炭鉱十具、傾光九十両が献納されたとある。また、平安時代の演技式などの文献においても、炭鉱と傾光の記述が見られる。現在もっぱら、炭鉱と呼ばれている古墳時代の鉱は、この奈良時代などの資料に記された炭鉱という名称を古墳から出土する。 帯状鉄板を綴り、または秒止めして構築した板作り工に便宜的に当てはめたもので、それらが実際にどのような名称であったのかは明らかではない。また、奈良時代の資料に見える炭鉱も実際にどのような姿であったのかは異物がほとんど残っていないため明確でなかったが、現在では銅丸式傾向と呼ばれる小座に作りの工だったと推定されている。 単轄中着用男子図古墳出土甲中についての考古学的な研究史は明治期に遡る。1898年に千葉県木更津市議院大塚山古墳から出土した小谷づくりの甲について小杉温村が東大寺県持つ町に見える炭鉱であろうと報告したが3年後の1901年に岡山県小田郡新山古墳から出土した幅広の 鉄板を連接した板作り形式の孔を、沼田より助が、夕食古実研究の大家として知られていた、関安之助の教授を受けて、炭鉱として報告した。これ以降、古墳時代の板作りの孔を、炭鉱、札作りの孔を、傾鉱と呼ぶ傾鉱が定着していき、1913年には、高橋賢治が、炭鉱、傾鉱の呼び分けをすでに用いている。 初期の古墳時代研究において、当時代の甲冑形式の枠組みを構築したのは、末永正夫である。末永は、板作り校と札作り校の形態的、技術的な分析と分類をした上で、炭鉱、蛍向の形式名を定め、今日まで引き継がれる、当時代甲冑研究の基礎を築いた。板作り校について、形態や構造のほか、川戸地技法、 病流技法などの製作技術を分析し、復元的研究を行った。1934年の末永の研究以降、炭鉱と呼ばれることになった板作り鉱は、全国で出土例が増加した。それにより、鉄製ジータの種類や、鉄板同士の連接技法の分類、またそれに基づく、平年的研究などが進展し、小林幸雄は、長方板川戸次形式の出現で、 同校の定型化が成立し、川閉じ技法から病と目技法へと変遷していく過程を示した。また、横長の大乗鉄板を閉じ合わせて連接したその構造内視設計思想を的確に表した概念として、古谷武氏により、帯金式甲冑という用語が提唱された。その後も現代に至るまで多くの研究者による変年や分類案についての研究が行われ、 形式学的な細分化が進んでいる。古墳の副葬品として出土し、埴輪や石人にも着想した姿が見られる。九州から関東にかけて広い地域の古墳より異物が出土しており、東北地方出土の埴輪にも見られることから、日本全土に普及していたと考えられる。朝鮮半島においても南部の茅屋地域でのみ出土しているが、他の地域では発見されていない。 西洋の教皇が大きな金属板を打ち出して作ったものであるのに対し、日本の炭鉱は枠に板を皮紐で閉じたり秒で留めて作られている。同時期に用いられた小さね鎧はアジア大陸の騎馬民族に共通した形式で中国北方の遊牧民の騎兵用行の影響を色濃く受けたものであるが、炭鉱の外形と構成法は日本独特のものであると考えられる。 原則として、肩から腰の胴体を保護する、胴甲であるが、もも部を防御する草釣りや首を防御する、赤部鎧、上腕部を防御する健康が取り外し式で、付属している例もある。笹間義彦は、木片をつなぎ合わせたり、頭ずりを編んで作られていた、ものが金属性に変化していったと考えている。古墳時代に、鉄製炭鉱が出現し、 横歯ぎにいた秒止めが安定した形式として普及する。6世紀には、出土遺物としては見られなくなり、小座根孔に変わられている。方形や三角形の鉄板や革などの素材を人間の胴体に合うように加工し、板を合わせて秒で止め蝶つがいによる開閉装置が施された。両脇に蝶つがいをつけて全部が開閉するものや、右脇のみに蝶つがいをつけたもの、 蝶次会が,がないものもあり開閉脱着の方式は一様でない。腰部はくびれた形となっており、背部は大きく広がって独特の曲線を描いている。4世紀初めから中頃までの日本で普及していたのは方形版川戸寺炭鉱であり、横萩板いた病流炭鉱の普及は4世紀末から5世紀にかけてである。この病とめ技法は、 朝鮮半島で普及していた縦新川都市炭鉱の病止め技法とは異なる。炭鉱の病流技法は多くの場合2枚の鉄板の重ねであり3枚重なった部位では意図的に病を廃することは避けられている。一方、石上神宮像の鉄立ては炭鉱と似た病流技法に見えるが鉄板3枚を重ねたところにもあえて病止めが行われており小林幸雄は 技術的な自信を示しているとする。兜の方は、秒は、外面では、半球状に盛り上がっているが、裏面では、鉄板から突出せずに平らに叩き鳴らされている。方形版川戸地炭鉱から横萩板病流炭鉱は、製作技法上の際はあるが、基本的形態はほとんど変化しておらず、質的変化はない。しかし、 横萩板病流炭鉱の湿度量は1980年代の時点で方形版川戸地炭鉱の十数倍にも達し、量的変化が見られ、より多くの人間の武装を可能とした。本州湿度の炭鉱は1991年時点で450から460件あり、湿度範囲は岩手県から鹿児島県に及ぶが、 うち160点以上が機内から出土しているとされる、前日の考古学上の研究史に見るように、古墳時代甲冑の形式名称は、なら、平安時代の文献資料にある合印用紙、板工に、炭鉱、サネ鎧に、蛍光の語が当てられて成立したものであったが、これについては、美術史学者や甲冑研究者の中から早くから、問題が指摘されていた。 宮崎隆による東大事件持つ調など資料記載内容からの構造分析によると資料に見える傾向、炭鉱は共に缶を用いる政策法であることから両者とも小座根鉱であり傾向は脇立てを持つことから考古学に言う打掛式傾向を表し炭鉱は脅し紐の量の多さから銅丸式傾向を表しており 現在、炭鉱と呼ばれているような板作り鉱を示していないことが確実視されている。考古学者の橋本達也は、東、アジア的視点での古墳時代古代甲冑の研究が施行されている現代において、文献からの明らかな御用が指摘される炭鉱、傾向の子を使用し続けるのは不適切であるとして、美術史界の甲冑研究者である。 山上八郎や山岸元裏の骨相法や日本の帯金式甲冑と技術的に共鳴関係にある韓国南部の同形体の項が板コと呼ばれていることを参考として板項、サネ鎧とするべきではないかと提言している。角ひと氏や内山俊之など古墳時代古代の甲冑に対して小座猫や板コを使用する研究者は増加しつつある。現存する。 板タは主に古墳時代の鉄製、混同製のものであるが、有機質材料が併用されていた可能性が指摘されており、近年は、弥生時代終末期の遺跡から、木製や革製、植物繊維を編んで漆を塗ったものなど様々な有機質材料の板タも出土しており、木製炭鉱とも呼ばれることがある。木製鉱は、丸太の湾曲部を残してくり抜いたものや、方形板を合わせて、 漆を塗ったもので、文様や着色などの装飾が施されているものもある。木製工は、配側と胸側を別個に作り、紐で閉じ合わせる形式のもので、弥生時代後期の静岡県浜松市岩井遺跡の溝から出土し、古墳時代の実例は奈良県柏原市、坪井遺跡の前期の溝から出土している。前者の炭鉱は柳材で作られており、 全道に当たる部分と背当ての部分の2点が出土している。表面には、同心円門や渦巻き分、平行線分、右上分、三角分などの文様が突如に明瞭に刻まれている。さらに、それらの文様は赤色顔料や黒漆で塗り分けられている。材質が木製であることや、充実的な文様などから実践用ではなく細部用と考えられている。 ただし近年、このような弥生時代の木製鉱を炭鉱と呼ぶことに対しては、鉄製鉱との系負関係を前提とすることに問題があるとされ、また、前述のように、奈良時代の文献資料上の名称である炭鉱を古墳時代甲冑に使用することが御用であると指摘される中で用いられている状態にあり、二重の御用であるとして批判の声がある。 文献にのみ残る存在のため、その姿は明らかではなかったが、現在の宮崎隆らの研究により、古墳時代の帯金式甲冑とは全く関係がない、小座根作りの形式であり、考古学でいうところの銅丸式傾向であろうとされている。また、八世紀代の小座根は、古墳時代やより、後世の小座根に比べて、細長くなることがわかっている。ただし、奈良時代の項は、 小金の一部残血しか伝送しないため、それが炭鉱のものか傾向のものか判断が困難とされる。奈良時代の炭鉱は様々なパーツが付属した身なぐの甲であると考えられる。文献においては炭鉱一両が道具の実のものを意味し、炭鉱一具が草刷りや兜と健康、赤べ鎧、加護で砂あたりなどの装備意識を意味するという説もある。 ありがとうございます。